ブラックバスとは、鈴木木、サンフィッシュ科の淡水魚のうち、オオクチバス属ミクロプテルスに属する8種の魚の総称である。ブラックバスとは、ミクロプテルス属の一種、または全種を指して用いられる属称であり、ブラックバスという名前の特定の魚類の種やグループは存在しない。俗名ミクロプテルスは和名において主に、オオクチバス属と訳されるが、コクチバス属とする場合もある。 またミクロプテルスは小さなオのイであるが、これは初めて捕獲された本属魚類の個体の尾ひれが不祥欠損によって小さかったために誤ってその特徴が名付けられてしまったものであると言われる。本来ブラックバスという故障はコクチバスの稚魚機の体色が黒いことから原産地北米において慣習的に呼ばれるようになった名称である。しかし日本においては 移入からの歴史が長く、分布範囲、個体数、認知度において、群を抜く、大口バスを特に指して用いられる場合が多い。本種はしばしば切盗時を省いて、単にバスとも略される。大口バスは商業漁獲対商魚として普及させるため、黒マスという和名で呼ばれたこともあるが、酒科のマス類と混同されやすいため、その故障は21世紀現在では使用されていない。 川鈴木の異名もあったが、鈴木自体が淡水への順応性が高く、鮎が生息するような淡水にも上ることもあるので、地域によって川鈴木は、鈴木そのもののことを指す言葉として使われる。生態ピラミッドでは、鈴木の方が上位になるため、鈴木が生態する川には、他の河川に比べると、ブラックバスは少ない。ミクロプテルスすなわちブラックバスは、 2014年現在8種を要する遊泳捕食性大型淡水魚のグループである。生魚の体長は最も小型の種でおよそ4 0トル最大型種フロリーダバスは8 0トル以上に達する。体型は側変したつむ形、背びれが第1、第2に分かれて発達し、第1背びれよりも第2背びれは大きい。他の魚類や、 水生小型動物を捕食するのに適した大きな口と顎を持つ。唇の内側には虚子状の細かく鋭い歯が並ぶ。浮き袋は独立した臓器ではなく、腹空の脊椎が穴へ壁に一体化して備わっている。目はやや頭頂部よりに位置し、前方から髪型にかけての視角に優れる。これに、側線で知覚される水の振動情報を合わせる、用いることで、 ブラックバスは捕食対象を定位する。下方から後方の視野は持っていない。全種とも自然分布域は北米大陸。うち3種が日本国内で移入定着している。北米では五大湖周辺からミシシッピ川、流域、メキシコ国境付近までの中部及び東部、フロリダ半島などに広く分布し、10%程度の寄水域でも生息可能である。 河川や故障に生息し、眠毛な肉食性で他の魚類や水性接触動物、水面に落下した昆虫、カエル等を捕食する。捕食に資格を多用するため、活動時間は主に日中であるが、朝と夕方に特に活発となる。夜間は、推定で静止したままとなる。温帯魚であるため陶器の低水温で閉止することは、なく、深場で。 冬眠状態となるが、比較的水温の高い日には、冬でも捕食活動をすることがある。春から夏にかけて、砂利基質の水底に、すり鉢状の産卵床を作り産卵する。卵と稚魚は、オスが保護し外敵から防衛する。2010年代、大口バスは、すべての都道府県で生息が確認されている。日本で合法的に放流されている、自然湖は、 大口バスの漁業権が認められている神奈川県の足の湖、山梨県の川口湖、山中湖、聖湖の4個のみ。これらに関しては、放流は許可されているものの生態魚の持ち出し禁止、流出河川にバスが逃げ出さないよう網を設置する等の装置が取られている。また、大口バスが認められている管理釣り場があるが、これらに関しても流出箇所に バスが逃げ出さない羊毛等を設置することが義務付けられている。新潟県、秋田県、琵琶湖のように在来種の保護などのために再放流を禁止した県、湖、川などもある。琵琶湖の各漁港にはギルやブラックバスなどは非常に美味しい魚です。持ち帰って食べましょう。という看板がある。大口バスの亜種であるフロリダバスに関しては 奈良県の池原貯水池にしか移植されていなかったものが近年琵琶湖島で発見されるなど人為的な放流が行われていることが示唆される。コクチバスはアユやゲンゴロウブナ等の種病の産地では繁殖していないため種病への混入は想定できない。そのため推計単位で見た場合その分布は放流によるものと容易に判断できる。分布拡大の主要因として 他の微和湖の固有種が全国に分布しているということを根拠に、微和湖産アユ種病やヘラブナへの混入により、生息域を拡大したのが大きいとする主張がある。しかし、外来生物法における、特定外来生物の選定時に開かれた大口バス、小グループ会合において、日本魚類学会自然保護委員会が依頼の問題、検討部会が提出した資料によれば、 以下の理由によりその頻度はそれほど高くないと考えられている。また、一個人程度の放流がうまくいくかどうかという疑問の余地があるとし、これを理由に、最たる原因は、種病を渡魚の移入に混じっていたとする主張や、美はここ有種だったはスが、種病により、全国に広まった例などもあることから、少なくとも、大口バスに限っては認めざるを得ない要因であるとの主張がある。 しかし、混入に関しては常日の日本魚類学会の資料に、ある通り主要員とは考えづらいことや、バスの個人による放流に関しては、種苗の産地で繁殖していない告知バスが、最初の発見から10年余りで少なくとも19、都道県47水域で存在が確認されていること、過去に個人が放流して繁殖が確認されたことが、記載されている雑誌、書籍があることから、 上の主張には根拠がないとする反論がある。上記セノー委員資料によれば、沖縄県を除く全都道府県でブラックバスの移植放流が漁業協定規則等で禁止された後でも、明らかに放流により分布が拡大したと推測される根拠があるとされており、特定外来生物に指定すべきという主張の根拠の一つとなっている。 日本国内の19府県47地点から得られた247個体の DNA ハプロタイプを分析した。結果は、大口バスでは10のハプロタイプが知られているが、7タイプを確認した。山中湖には7タイプが生息しているが、ブラックバスに大使漁業権を設定しているため、資源量を維持する目的で、全国各地から移植されていることが、ハプロタイプからも裏付けられた。 ビワコではフロリダバスとオ口クチバスのハプロタイプが確認された。アメリカ国内のハプロタイプ分布は十分に解明されておらず、日本に移入された個体の系統の由来地域の解明も不十分である。アメリカ及び日本国内のハプロタイプ分布が十分に解明されると日本への移入が基地の1925年と1972年以外に 行われていたのかの解明が行えると期待される。バスフィッシングは、川や池に生息するバスを対象とした釣りのこと。ブラックバスは、釣りの対象魚として人気があり、疑似餌のルアーを使ってのルアーフィッシングが一般的。他に生きた小魚を使っての泳がせ釣りや、エビやミミズなどの生きを使った浮き釣り、毛りの一種であるフライを使ったフライフィッシングが知られる。 生き家を使っての釣りの方が、匂いや餌の息が良いので釣果が期待できるが、難点はミミズ等を餌にした場合に、バス以外の魚種が釣れやすいことである。現地で調達した生きた小魚の他にも、カエル、エビ、ザリガニ、ドバミミズのように大きなミミズを一匹、または、シモミミズを数匹チョンが消したもの。変わった例では、クツワムシやコオロギなどの昆虫やネズミなど、 陶器は、イワシやサバなどを使っての飼料に、専用のオイルなどを染み込ませて釣る方法もある。中でもエビは、ブラックバスの特効薬とも言われよく釣れるという。ルアを使った釣りには一定のルールの下に行われる、トーナメントと呼ばれる競技会があり、プロフェッショナルのバス釣りが存在する。競技会では、基本的に主催者が策定した競技規則の元と各参加者が、 一定時間内に釣り上げたブラックバスの中から一定の引数の合計重量を競い勝敗が決定される。ブラックバスは魚食性が強く日本列島に移入されたことで在来種が減ったとする主張があり、またこの問題を実証的に論じた学術論文も存在している。環境省は生態系に関わる被害及び農林水産業に関わる被害があるとして、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づきブラックバスを特定外来生物に指定し防除を行っている。ブラックバス問題に関連する議論として過去に Wikipedia に投稿されたものを中心にまとめる。環境省はこのような事態を重く見て2005年6月より施行された外来生物法によりブラックバスのうち 大口バス及び小口バスの輸入、使用、運搬、移植を原則として禁止することとした。主な方法としては制御を捕獲する方法と卵の負荷を阻害する方法がある。駆除に関わる問題点として、具体的には山梨県の川口湖、山中湖、聖湖でのブラックバスの漁業権は1989年から1994年に認められ、 2005年施行の外来生物法で、ブラックバスの放流が禁じられた後も、特例として許可されてきた。2014年1月の免許更新期を前に、地元漁協や自治体が継続を求め、日本魚類学会や NPO や自然保護団体などが反対していた。山梨県が、地元漁協の免許の特例更新を認める方針を固めた。ブラックバスの外漁論が、 問題になっている一方、川口湖や山中湖など、ブラックバスを漁業指定対象漁とし、入漁量徴収の対象としている湖もある。これらの湖をはじめ、全国には、ブラックバスフィッシングの愛好家を対象とするビジネスを展開する多数の事業者があり、地域経済の中心にこの魚を置いているところも少なくない。また、ブラックバスは、長魚としては優秀で、ブラックバス愛好家は、 日本釣り振興会によれば300万人に上ると言われており愛好家の多い釣りである。ブラックバス擁護派を含め、同種には何らかの規制を行うことは必要不可欠との認識が専門家及び釣り関係者の中では支配的である。生態系の保護、維持と経済魚としてのブラックバスの活用をうまくすみ分けることが一つの大きな課題となっている。 奈良県下北山村の池原貯水池は、ブラックバスを積極的に観光資源として活用し、また放流も行い、全国のバサーにとっては、ブラックバスの聖地と注目されている。特にこのダム湖は日本では、珍しいフロリダバスがおり、60から70センチのサイズが釣れることでも知られる。ブラックバスの天ぷらを使った足の湖滋賀県立湖博物館の中にあるレストランで、 販売されているバステンドン生食でのあご口虫症などの危険性があり加熱調理が推奨される。滋賀県農政水産部水産課が発行している遊魚の手帳にはビ味でフライ、ムニエルなどにして食べると記されている。アメリカでは水産資源としてフライやバター焼きムニエル等に調理され一般に食されている魚であるが日本では生臭くて 料理に向かない魚というイメージが強い。しかし、料理愛好家などからは、また、駆除のために捕獲されたブラックバスを調理して、給食の副食として提供している自治体やかまぼこ、魚肉ソーセージの材料や船寿司の船の代用とすることで釣られたブラックバスを食材として消費して、駆除に役立てようとしている業者も存在する。ブラックバスの駆除に熱心な 琵琶湖近辺では特産の船寿司と同様な慣れ寿司を作り、琵琶ス好きという名称で試験的に販売しているところもあり、琵琶湖周辺やブラックバスフィッシングの有名地である足の湖周辺などではフライなどのブラックバス料理を売り物にしているレストランなども存在する。悪臭のもとは皮及び浮き袋の付け根にある稜線状の油であるとされており、皮を剥がし、 包丁や鱗取りで油を取り去り調理すれば、白身で淡白な味の微味な魚であり、また、鯉やウナギなどの淡水魚と同様に、綺麗な水に入れて、泥抜きを行うことで、身の臭みは軽減すると言われている。しかし、特定外来生物に指定されており、生態での持ち出しが禁止されているため、実際には、超過後すぐに、血抜きと綿の処理の必要があり、未処理の場合、 臭い魚という扱いを受けることが多い。簡便な方法として、切り身を一定時間、牛乳や豆乳に浸して、臭み抜きの下処理を施してから、加熱調理を行い食する。3枚におろして皮をひいたものであれば、塩水処理で、臭みは感じにくくなる。卵巣は、ゲオスミンやにメチルイソボルネオールを作り、これが魚の皮膚や、血合い肉に濃縮される。 このゲオスミンがブラックバスやナマズなど淡水に住む淡水魚が持つ泥臭い匂いのもとでもある。ゲオスミンは酸性条件で分解するので酢など酸性の調味料を調理に使えば泥臭さを抑えることができる。駆除や本格の結果得られたブラックバスは魚粉に加工され肉骨粉の代わりに畜産飼料や魚類の養殖飼料や有機肥料として利用される。 外来玉駆除の取り組みとして、地産地消品として有効利用されている。また、宮城県のマリンピア町島水族館では、県内で駆除されたブラックバスを無償で譲り受け、飼育している大型淡水魚の餌として活用していた。一方、神戸市立スマ海浜水族園では駆除されたミシシッピ赤耳メを殺処分せずに保管しているが、 膨大な餌をまかなうため一般からのブラックバスの持ち込みを受け付け、その対価として入園料をサービスするシステムを導入している。最近では、滋賀県あたりでペットフードとして加工されることもある。先日の通りビタミン E や猫に必須なタイリンなどの栄養素を多く含んでいる。この他にもブラックバスの養魚は、雷魚、ドンコ、カワアナゴ、ギギ、ハス、ウグイ、ニゴイ。 ナマズなどの魚類やカワウ、カワアイサなどの鳥類から襲われる。幼魚のうちは、水生昆虫のタガメやタイコウチ、また、ブラックバスの生魚から襲われることもある。ありがとうございます。